演歌、演歌マイナスは日本の歌手中森明菜の演歌楽曲を中心としたカバーアルバム。このアルバムは2007年6月27日にユニバーサル・シグマよりリリースされた。演歌、演歌マイナスは歌姫シリーズ完結後の新たなカバーアルバム企画で演歌楽曲を中心としたカバー集である。このアルバムは2007年6月27日に通常版。 初回限定版 A、初回限定版 B、カセットテープ版、デジタルダウンロードの5種類でリリースされた。カセットテープ版でのリリースはカバーアルバム、歌姫以来であった。計5種類のうち、初回限定版 B のみ、テレサテンのカバー曲、空港が収録され、全14曲となった。また、デジタルダウンロードでは、悲しい酒を除く、全12曲の配信となっている。 初回限定版 B には、初回限定版 B の収録曲全曲のインスト CD が収録された。初回限定版 A の特典 DVD には、演歌秘蔵レコーディング映像に、歌姫シリーズに続いて、本作のアレンジとプロデュースを手掛けた、千住明と中森による、演歌対談に加え、初 DVD 化となる、花よ踊れ、チャイナタウン、いい日旅立ち、あの夏の日の、 ミュージックビデオも収録された。中森は、千住と共にこのアルバムのプロデュースにも加わっている。本作の通常版、初回限定版 A、初回限定版 B、カセットテープ版は、歌手カードなどを含むディスクジャケットの内容がそれぞれ異なっている。ジャケットの種類としては2パターンで、初回限定版 AB では、技を乗せ特殊メイクを施された中森のバストアップ写真となっており、 通常版及びカセット版は華やかな髪飾りに同様のメイクの中森を映した内容となっている。この特殊メイクや装飾と重厚な衣装で臨んだ撮影は丸1日をかけての作業となった。このアルバムのディスクジャケットはアルバムのイメージと連動したものでという中森の希望により外国から見たエキゾチックな日本というコンセプトで制作された。 ユニバーサルシグマの藤倉おマネージングディレクターは、ジャケットについて、ハリウッド映画で描かれる、怪しく大敗的、それでいて、魅力的な日本を再現できたと語った。また、ジャケットにある演歌の題事は、クーガーとミラン、ミラン名義で、中森も担当している。このアルバムの収録楽曲は、インターネットによる楽曲投票をもとに決定された。 レコーディングは2007年5月から2007年6月にかけて517スタジオ、サウンドシティ、ビクタースタジオ、ワーナーミュージックレコーディングスタジオ、ウエストサイド、ザックスタジオで行われた。本作と共にオムニバスアルバム、中森明菜選曲演歌集、演歌も同時発売された。このアルバムは演歌、演歌マイナスに合わせて企画されたコンピレーションアルバムで、 本作でカバーした楽曲のオリジナルを収めている。このアルバムの発売記念企画として、2007年4月12日から2007年5月15日の間、収録楽曲のリクエストが実施された。投票者数は2万を超え、当初上位10曲の発表予定を、反響の大きさから上位20曲まで発表した。投票結果発表時には、上位3曲の、甘木え、夜桜を7、 越冬ツバメのレコーディングの決定が収録楽曲の発表に先駆けて伝えられた。この投票結果をもとにレコーディングする楽曲が選曲された。楽曲応募特典として抽選で中森直筆サイン入りグッズがプレゼントされた。注釈ヒット祈願が行われた豊川稲荷東京別院の本殿リリース前日の2007年6月26日に このアルバムの商業的な成功を目的に東京と元赤坂にある豊川稲荷東京別院にてヒット祈願が行われた。中森は芸能の神をまつるこの寺院の本殿に適当を受けた後奉納している。この同日の午後9時午後9時30分にはこのアルバムの発売を記念してヤフーライブトークに出演した。本作の15秒スポット動画も制作されこの動画は 演歌、演歌マイナス TV スポットとして2009年7月リリースの映像作品、クリップ2002から 2007&more に収録された。なお、この映像作品には、本作で収められた、このアルバムのレコーディング風景と千住と中森による対談の映像が、再び収録されている。また、購入特典のキャンペーンも行われ、オリジナルハッピーと手ぬぐいが、 それぞれ5名と200名に抽選でプレゼントされるというものであった。このキャンペーンの対象商品には本作に加えて本作と同時発売された中森明菜選曲演歌集演歌も含まれた。山野楽器は本作について世代を超え歌い継がれてきた数々の名曲を中森明菜による新解釈と世界観で再構築しつつも原曲のイメージはそのままに。 老若男女が楽しめる内容に。と批評。ドロップスの岩本宮義は、中森明菜が期待のボーカリストである。というは周知の事実だが、その周知を遥かに上回る傑作です。と批評した。演歌。演歌マイナスは、オリコン週間アルバムチャートの2007年7月9日付で、初登場し、最高順位10位を記録した。同チャートには、計12週にわたって、ランクインしている。 その後日本レコード協会の2007年6月度でゴールドに認定された。また、2007年に行われた第49回日本レコード大賞では企画賞を受賞した演歌、演歌マイナスのライナーノーツよりありがとうございます。